どうも福井県住みます芸人カリマンタンの相田と高橋です。イエイ。はい、我々ですね、今レインボーライン山頂公園に来ております。はい、はい、本日はですね、我が町のご当地カレーをご紹介するということで、はい、まあ、こちらのね、レストランカフェレインボー、レインボー、はい、まあ、どんなご当地カレーが出てくるのかちょっと楽しみですね。はい、じゃあ早速中行きましょうか。行きましょう。はい、雨すごいですからね。本当に行きましょう、行きましょう。はい、今回訪れたレストラン&カフェレインボーは、レインボーライン山頂公園内に4月1日にオープンしたばかりのレストランでございます。一面ガラス張りになっており、開放感も抜群。天気が良ければ三方五湖を一望できるカウンターテラスで食べるカレーは最高ですよ。こんにちは。こんにちは。はい、ちょっとこちらで、まあ、ご当地カレーこれはどちらになりますか？絶品。はい、こちらですね。はい、絶品欧風若狭牛カレー。おお。若狭牛ですよ。はい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 、はい、若狭牛。え、じゃあ俺あのステーキライス。なんでだよ。ステーキライス。カレーっつってんだよ。でもカレー食べるでしょ？食べる。相方が。うん、なんでお前ステーキライス食べる？カレーを食べなさい。じゃあすみません、これこの絶品欧風若狭牛カレーをお願いします。お願いします。これまず見てください、はい、この外観、外観ほらすごいでしょ、これ、これ、ね、これね、天気良ければ良かったのに。ただこれ雲の中なんすよ。そう来ました。早い、早い、ありがとうございます。こちらです。うわ、むっちゃ営業するな。めっちゃ営業する。ちょっとじゃあいただきますね。ありがとうございます。いただきます。こちらが絶品欧風若狭牛カレーでございます。若狭牛のすね肉を使うことで、このようなお手頃値段で販売することができるそうですよ。来ましたよ。はい、若狭牛カレー。若狭牛カレー。いやもうさ、はい、見てよ、でかっ。こんなにでかっ。こんなに若狭牛食べたことないよ僕。しかもそう、こちらのレストランね、うん、4月1日からオープンで、うん、特別にね、特別にねちょっと楽しませてもらえるということで、ね、いやしかもコーヒーまでねサービスするさよな。いただきます。どうしたの、どうしたの、笑いしか出てこない。あら、おいしい。あ、おいす、おいす、おいす、おいしい。これやっぱその若狭牛のうまみがね、あ、来てるよこれ。はい、お米からいや、カレーつけろよ。いただきます。はい、うん、まっ。柔らかそうでしょ。トロトロ肉、そうね。うわー、うまい。若狭牛のカレーってこんな美味しいんやね。ね、これ若狭牛、大きい若狭牛、若狭牛。もうほら、あ、マジですぐ切れる。ホロホロじゃないですか。ホロホロ。あうまい。いや、いいね。うまいな、これ美味しい。辛さもちょうどいい。そう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 。うん、これはいいですよ。これすぐなくなるわな、うん、カレーは飲み物って言うけどな。そうやね、本当飲み物よな。だってお肉ホロホロで、そう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 、全然噛まなくてももう唇だけでも、そうね、いけちゃうもん。もう、まあ、めちゃ食うな。ん、めちゃ食うなお前。あのね、スプーンが勝手に動く。俺も食べたいんですけど、でかいの。ちゃいますよ、これ。贅沢に。溶けちゃうね。そうなんだよね。そうなんだよね。歯いらないよね。歯いらないんだよ。本当ね、よくさ言うじゃない、歯がいらない。うんうんうん、あんまり体験したことなかったの。ね、うん。
本当なんだね、歯がいらないのは。だってアイさん実際に今歯ないもんね、うん、あるわ、歯はあるわ本来なら、ね、天気良かったらさ、ここそう本来ね、本来ね見えるんですよ、味方ごっこが、うんうんうん、それを見ながらさ、食べれるんですけど、今日ちょっとないけどね、雲の中で食べるカレーだからね、まあ、それはそれでね、また大津なもんです、うん、じゃあ、食べますか、あとはゆっくり食べますか、味わって、ね、よっしゃ、もうとりあえず撮影終わり食べましょう、もう、はい、今からは味わって召し上がらさせていただきます。サービスでソフトクリームいただきました。ソフトクリーム、しかもブルー、はい、幸せを呼ぶレインボーブルーソフトだそうです、はい、甘塩味だそうです、はいはい、いただきながらちょっと、うまっ、うまっうまっ、これなるほど、うまっぜひこちらのね、レインボーさんに来た際にはカレーとこちらのソフトクリームも、そう甘塩、うまいね、甘塩これうまいわ、可愛い店様います、見えますか、ね、見えますかね、今若干晴れて、はいはい、来てる、まあ、こういうね、うん、景色も楽しみながら、うん、カレーを楽しんでください、うん、ということで以上福井県からは特選欧風若狭牛カレーをご紹介しました。皆さんぜひ食べに来てくださいね。ほなのー。